10個ね。これか柔らかいから一気に壊すよ。よーし、いけるいけるいける、いいね。全部持っていこう、全部根こそぎじゃ。なんかちょっと探索したくなるよな、こんだけ広かったら。寝床がある、直そう。睡眠、睡眠を。よし、指導お前は立っとけ。これさ、一応こういうのあってもさ、ここがさ穴開いてたら部屋判定じゃなくなっちゃうっていうね、不思議不思議ね。ここはこうやって開けとくのがさ、なんかそういう感じじゃん、なんかそういう感じ。バケモンがいる、バケモンがいるぜ、倒すか、倒そうぜ。あいつは行くぞ、シド、ぶち殺せ、これは倒したい。怖えー。あ、いける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 。オッケーオッケー。振りかぶったら後ろに回り込んで。あ、これはやばい、これやばそうだよね。こう、よしよし、オッケーオッケー、これでいい。あ、これ勝てるな。ほわ、炎炎炎、これは炎。はい、もうパターン完璧。来たー、やった、ドラゴンキラー。何それ、作りて。ちょっともうちょっともうちょっとだけぐるっとしてみようぜ。何かあるやもしれん。倒すよな、それは倒すよな、しっかり倒していこうぜ。ちょっと待って、こいつに邪魔されたくないから、一旦先に潰しとこう。こいつめっちゃついてくるからな、このサソリ。行くぞシド、殺せ。怖え怖え、パワーだ、パワーの、まさにパワー、
パワーだこいつは、パワーモンスもうパワーだこいつ、こいつこそパワーだ。しど、うーまあまあまあけど火力自体はそこまで高くはないの、ない、高くないわけがないわ。こんな800くらい、800あれ直撃したら800くらうわ。いいよいいよ、けど半分削った。あーです、よし、いける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 、一応薬草構えてて。あ、怖い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 、超全開意識、こんなとこでくたばってたまるか。撃つよ撃つよ撃つよ、いくよ、強い、線くらう、線くらうよ、強いよ、押せ押せ押せ、いけるいける、もういけるもういける、よーし、硬かった。力の盾間違いないわ、こんな間違いないわ、強いわ。上も見ていきたいけどな、まあ、まず行くからだよな。とりあえずドラゴン帰ったらドラッキと力の盾作りましょう。やっぱりなんかある。あ、小さなメダルもらえるやつじゃんこれ。え、ちょっと全く意味が分かんないんだけど。結構おれーよしきたー。ちょっとややこしいねこれ、うん、これちょっと中学生ぐらいの知識ないと無理だね。このここのクリアは、ここのクリアはほんと小学生の子はお父さんに手伝ってもらうように。はい、怪しい怪しい、なんだこれは、なんだこれは、怪しすぎる、怪しすぎ、うちとしや、この花怪しすぎる、崩しとく。なんだと、なんだこれは、なんか壊しちゃいけない気がするから元戻しとく。後々来んのかな、ここは。あ、違う。ん？こっちをちょっと覚えて覚えて、白木ピンク、ピンク白木、白木ピンク、ピンク白木、
白木ピンク、ピンク白木、白木ピンク、ピンク白木、白結構簡単だねこれは。よし、さあ撤収だ。オッケーオッケー、一周してきたな。じゃあちょっとここで睡眠とって帰ろう。よし帰るぞ。拠点、ん、拠点で、まずは占領とかどうでもいいかな、まずドラキー作って地下建てとドラキー作ろう、うん、よしで金を回収。お、余裕で作れるんご、作れるんご。よし、でこれも作れるんご。何こいつ、ハートだけ落としていやがったあのハゲ。これ作ったよね、鉄の鎧は作ってある。これ装備、装備、よっしゃー、勝った。これはすごく強化されたでしょ。で、これしまっちゃう。いらないからしまっちゃう。いいね。なんかリーチはちょっと短くなった気もするけど、見た目がいい。で、赤の染料取ってきたから、赤ブロックかなんかって言ってたよね。お、おお、これだよな。あら、うわー、なんかすげえな、めちゃめちゃすげえな。これ一回話聞きに行った方がいいな。あ、下、下に。どっから登ってんの君たち。うん、ただブロックライトを置いてもらうのは設計図が完成した後の仕上げとしてだ。仕上げはお前さんにお願いするが、設計図の組み上げは俺たちに任せて完成を待っててくれよな。うん、特別な道具が必要ならお前さん何か思いつかないか、うん、何かいるのか。何してんのそこ座って。あ、うんこ、うんこ、そこってあ、そこうんこする場所もしかしてうんこしてはるわ。うん、染色釜ね、とりあえず染色釜。こんなとこに、うんこする場所あったんや、知らんかったわ。なんかごめんな、なんか何もない。こんなとこに、俺知らんかったわ。俺ちょっと待って、囲ってあげるわ、しゃあないから。土でそこに置きます。どけ。これで許してくれ、これで、うん、これでなんとかな。よし、扉はつけない。
で、染色釜、これね、これを作る。どこに置くか。サイズは？あ、そんな大きくないんだ。ここ、こう。おおおお。で、ブロックライトがいるって言ったらな。ブロックライトを6個。小屋子の数、小屋子の数がえげつないことになってる。薬草作っちゃう。で、染める。これかな？違う。タイマス。これを、これ。6個。よし。んで、ちょっと待って、整頓いらない。ここと、ここと、なるほど。こう、あ、8個か。足りねえ。足りねえ、足りねえ。どうせ多分もっといっぱいいるだろうから、ちょっと多めに作っとくか。30で、染めるのはとりあえず2個。ちなみにこっちからみんな登ってたけど、登れるの？こっちからじゃあ登れるんだ登れるんだ。で、できたぜ。来た来た来た。はい、はい、うん、一つ目の設計図は仕上がった、うん、で次2段目だよね。染色釜を作ったんだったな。ライトじゃだけじゃなく、特定の建材を好きな色に染められるベルダーにとって最高のもんだろう。全部染められるわけじゃないが、いろんなもので試してみるといいぜ。いいね、それでまた幅広がるよね、なんか建築の。調子で酒場を完成させればメドーサボールをおびき寄せられる、うん、2つ目の酒場の設計図今すぐ書いてくれ。うん、ペロ助けられるのはお前だけ、どうか頼む。多分次また違う染色が必要になってくるんだろう。次は何色？あ、けど赤か、また。うん。ガラスの窓の使い道も考えてくれたのだな。うん。あなたがこの島に伝わる切ない恋の物語。あ、一回聞いたよね、なんか誰かから。メドーサボールとゴルドンちゃんのことじゃないかと思うのよ。それ、お前の言う通り、俺あいつに突然好きになられて、ずっと付きまとわれた。ああ、なるほどね。それが今や憎しみに変わり、光り輝くものを石にするようになったと。人も魔物も小一というのは複雑ですね。はい。
んで、エテは赤いライトの時のように何か必要なものはないのか。今度はブロックライトを着たい。青いブロックライト、はい。坑道の地底湖を潜って先にあると思うわ。え、俺なんかあれ俺あれ、行ったよなあそこ。青の染料持ってるくない？ほら達成しちゃったもん。まあ、とっとと作ってくれたまえ。ね、青の染料ね、あるんだよね。何個だ？何個いる？さっき8個だったかな。多分8個だろ。はい。何個ぐらい持ってんの青染料。普通に持ってるよね。まあまあ完成するのをちょっと待ちつつ。ああ。ちょっと食べる食べる食べる。さすがにね、これじゃあちょっとかわいそうだから、手が綺麗に装飾してあげるよ、これ。さすがにかわいそうだな。そろそろ完成したかな。うわあすごいすごい。こっちもちょっとなんか あできちゃった。階段作ろうと思ったんだけど。ドゥドゥドゥンドゥドゥン。こうしてなんか通路っぽくさしといたらさ、ちょっと待って待って、ハゲ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 、うん、あ、オッケーオッケー、うん、オッケー、ちょっと置くわ。14個14個言ってたね。
14。あと1、2、6個、あと6個。足りる？足りる。で、の前にではちょっとここに階段を設置しよう。いいね、いいね、いいね。 OK ってことで、これどっから入るの？どっから入るシステム？これ OK、ここか。ってことは逆サイドのすごいな、めっちゃ綺麗だな、ここ。ほんとこ。ところで、これから戦うことになるメドーサボールにどうやって立ち向かうか考えてるか？おそらくやつはペロにも使った、石化光線をで攻撃してくるだろう。あいつを迎え撃つために、あの石化光線を弾き返せるような特別な装備でもあればいいんだがな。鏡的なやつか。ってことは魔法の鏡か。古びた鉱石。絶対そうだよね、鏡だよね。踊ってやがる、こいつは踊ってやがる。ペロがあんな状態なのにこいつは踊ってやがる。で、やったわれ、エテちゃん。二つ目の設計図も出来上がったわ。これはなんてピカピカなんだ。もともとハーゴン兄弟の信者だった僕らがこんなピカピカなものを作ってしまうなんて。これだけピカピカなら必ずメドーサボールもやってくるわ。うまくおびき出して倒しちゃいましょう。なんとか俺力湧いてきた気がする。メドーサボール来たら俺も全力で戦う。殺す、メドーサボール殺す、壊す。で、次最後の3段目だね。はい。おお、そういう感じなんだ。めちゃめちゃゴーレムじゃん。へえ。ハーゴン教団からは悪の申し事を教えられてきたビルダーがまさかこんなにすごいとは、どうしてこの島の連中はビルダーを憎んでやがんだ、なんかこれ前も説明あったような気がするんだけど、金や銀をもたらしたことで島に争いが生まれたこととも言える、先導した悪として島民がビルダーを憎むよう仕向けたわけです。どうしてそれを知っていて教団の教えを信じたのかですね。それはほら、そのあれです、郷に入っては郷に従えというか、長いものには巻かれろというか。クズが。まあまあまあ、あるよねそういうのって、結局何そういうことなんだろうね、実際ね、長いものには巻かれないといけない世の中、悲しいな。多数派が正義っていうね、悲しいよね。ダイヤモンド、
それこそ私が求めていた最高の宝よ。ついにこの時が来たんだわ。うん、いいじゃない、山彦の笛を吹けばいいじゃない。うん、実は私ここに来た時から気配を感じていたの。得て物は試しよう。今すぐここで笛を吹いてみて。いいぜ、笛吹くぜ。ないでしょ、めっちゃ遠いでしょ多分。ほう、地面の岩が光ってる下、うん、ウェイ、オッケー。まあまあ向かうんだけれども、どうすよう。ちょっと待って、今何分か確かめるわ。行っちゃうか。とりあえず行ってみよう、うん、ちょっと時間的に、うん、固い岩盤を壊して地下の奥行きまで降り進むなんて無理だぞ。いくら俺たちが最強の荒くれても。来た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 。やばいやばい、ビッグバンインパクトがすぎるな。うん、そうだね、マントあるからね。よっしゃ、わかった。とりあえず次回にしようか。今日はここで区切って、次回あの大穴入って、大穴入ってダイヤモンド10個探しに行きましょう。お腹すいたから今日はここで終わります。ほな、ご視聴ありがとうございました。